はい、どうもこんばんは、高助の部屋高助です。どうもご視聴ありがとうございます。今回は、工作会ですね。前回の工作会では、この筐体側のボタンを作ったんですけども、まあ、前回白猫だったんですけども、光って見づらかったので黒猫に変えときました。で、今ここすっぱり画面の前が空いてる感じなんですけど、今日はですね、このスピーカー部分を作っていこうかなと思います。はい、というのもですね、今これただ紙でスピーカーポイエを貼ってるだけでなんかすっからかんなんですけど、でこのスピーカーですね、もともと僕の家では、まあ、モニターから音が出るモニターについているスピーカーと、このアナログの MD デッキ MD コンポかケンウッドもですね使ってたんですけど、これもね、もう20年ぐらい前の MD コンポなんで、もう CD は読み込めないわ、カセットテープなんていう懐かしいものはついてるわ、MD もね中入れるとガチャガチャって引っかかって使えないんですよね。ただこのAUX ってついてるとこかな、 外部出力っていうんですかね、あのプレイステーションとかのコードをつなぐとここから音が出せるって言って、まあ音もね、音質はね悪くないんで、まあ使ってるんですね。っていうのもアナログの出力があると、プレイステーション1とか2を DDR とかビートマニア昔のそれしかないから使うんですけど、アナログの出力だと遅延しないんで、こういう古いのを使ってたんですけども、ただもうだいぶ壊れてるんで、これをスピーカー部分と中のこのなんていうんですかね、あの外部出力のモードを使える部分だけ残して、できればこの、ハリボテスピーカーのところをちゃんとスピーカーに変えていきたい。ただちょっとねサイズが大きいんで入るかどうかわかんないですね。入らなかったら上にもあのハリボテスピーカーがあるんで、そっちはねサイズが大きいからそっちに入れようかなっていう感じですね。まあ下のねここの部分に入れば一番いいんですけども、まあこの空いたところにね、コントロールパネルみたいなのをはめ込めればいいんですけど、ちょっとね分解してみないとサイズがわかんないんで、まあこれもうねもう20年も使ってますし、あちこち壊れてるんで分解してダメだったらダメでいいかなと思って、まあ壊れても仕方ないかなぐらいの覚悟で今回はね、改良していこうかなっていう感じでございます。はい、ではまずこいつを分解していこうかなと思います。今日もご視聴よろしくお願いします。はい、分解しました。いろいろ散らかってますけども、まずこれ正面のとこはこのまま残ってるんですけども、こんな感じで、これデジタルプレートのとこと、まあ、パソコンでいうマザーボードとか、あとはスピーカーのアンプになってんのかな、この辺が入ってたり、ここが電源ユニットですね。でスピーカーの左右を残してて、であともういらない、こちらは左はカセットテープ用のユニットですね。これを外しました。でこれが MD 用のユニットかな、これも外しました。はい、もう壊れてたんでね。でこれがちっちゃいのが、ラジオユニットですね、これも、アンテナも取って外しました。でこれ、ちょっと上のカバーがもうボロボロなんですけども、これここが本来はパカッと開いてる CD ですね、 CD のユニットを外しました。ここの基板とかも多分 CD 用ので合ってると思うんだけどね。で、これがあと外装かな。剥がした外装。で、これ外装のね、裏側よく見たらね、はい、2001年製ってちょうど20年前ですね。はい。すごいガチャガチャしてるんですけども、必要な部分だけを残したのがこちら。このプレートの部分もちょっとね、後で、使えるかどうか、チェックした後で必要な部分以外を切り取ろうと思うんですよね。でこの状態で MD がない、 CD が使えない、カセットが使えない、ラジオも使えないっていう状態で、アンプと外部出力な、内部出力かなの2つと、まあ、あとこの辺の音質を変える機能とボリュームだけが残ってる状態で、使えるのかどうかっていうのをチェックしたいと思います。まあ、そのチェックするとこはカットすると思うんで、ちょっとねここむき出しなのがね、高音とかあと電源ユニットの感電とか注意しなきゃいけないんだけど、はい、注意しながら、この使用部分っていうんですかね、ほとんどもう CD なり MD なり一番大事なところを取ってしまった状態で使えるのかっていうのをチェックしたいと思います。はい、いろいろ接続しました。で今ちょっと汚いんだけど、いろいろ散らかってて、高助の部屋でやってるメタルギアソリッド2を起動してプレイステーションですね、コード、アナログのコード、赤白のコードをここにイヤホンコードで伸ばして繋いだところです。さてこれで起動するかなって感じですね。電源も繋いで、おデジタル表示が生きてますね。
で UX っていうのは外部出力の方なんで、まああとチューナーとか絶対使えないと思うんだよね。まあこれも使えないモードだけ残ってる。CD は、繋いでないから、蓋が開いた状態ですよっていう認識らしいね。これ MD とカセットもそうかな、認識するけどそもそも繋いでないから使えないと。これで今音出てる、ボリュームを上げると、おお出てる出てる、聞こえますかね。なんかちょっと音ちっちゃい、ちょっと接触が悪いみたい。もともとちょっとプレステの接触が悪いんで、どうだろう、音はでも出てるね。ちょっと接続を直してきます。はい、接続を直してきました。今すごい音だったね。コードをね、イヤホンコードを変えたらちゃんとモノラルじゃなくてステレオで音が出るようになりました。ちょっとコードが悪かったみたいで、はい、両方から音が左右出てます。でスピーカーちょっとね、後ろ磁気が強いんで他の機器と話さなきゃいけないんですけど、はい、ちゃんと使えてます。でこのメタルギアソリッドのこの、ね、2のサブスタンスの画面 L2 ボタンを押すとバゴン言うんで、これでちょっと音のチェックがね両方から出てるかしてたんですけど、うるさいもん。はい、あとはここのモードでこの MD コンポなんかね、こういう感じで何回か押すとバスとかを、どれだろう、 EX バスとかな、これを音を、押すボタンが違うな。まあなんか押すとこの辺を変えれる、リモコンが必要かな、リモコンもあるんですけどね。はい、リモコンの部分も活かしてるんで多分使えると思うんで、全部組み上げたらまたやろうかな。バスの強さとか低音高音の強さ弱さ強弱ね、あの設定変えれるみたいなんで、その辺は残してあります。で本当にいらない部分は全部取ったので、で今度これをですね、このフレームのボタンのいるところだけを切り取ったりとか、これをちゃんとうまく収納するようにして、あと高音になるところとかね、あと触っちゃいけないところとかカバーをつけて、で最終的には、ここにね、筐体のここにスピーカー部分と、操作パネルはこの辺がいいかなにつけたいと思います。はい、いろいろやってみたいと思います。はい、カットしました。今こんな感じでね、ちょっとプレイステーションのソフトとか洋服が見えるんですけどね、いろいろどかしたところで、で今、このモニター下のところの右側に電源ユニットをつけて、左側に、いわゆる基板マザーボードかな、マザーボードみたいなパソコンでいうところのねがあって、で今斜めの木材をつけて、これがスピーカーにつながるコードですね。でここに、今度は操作用の基板を斜めにこうつけようかなってところです。でこの斜めにつけた基板の上に、このモニターというかね、デジタル表示板をつける感じで、で最後、この下の部分余ったところに操作パネルをつけようかなと思って、操作パネルというかね、ボタンの部分をつけようかなと思って、であとこのスピーカーから、両サイドにですねスピーカーをつける感じでやっていこうかなってところで、基板と電源ユニットをモニター下にこう内蔵させた感じですね。はい、あとはカバーとかね、安全装置的なものをつけていきたいと思うんで、はい、またカットしてやっていきたいと思います。はい、カットしました。こんな感じで埋め込んで、まあスピーカーは伸ばさなきゃいけないんですけど、埋め込んで、でここにディスプレイをつけて、ここにボタンですね、もともとついてたのをつけて、でこれフレームそのまま使おうかと思ったんですけども、このつまみがこのまま生きてたんで、これを使って、で実際必要なボタン3つぐらいなんで、ちょっと前にね、あのこういうコントローラーとか作った時のボタン余ってるから、そこに配線して、ここ 2,3 個ねボタンをパチパチっと押すだけにできたらいいかなと思って、今メタルギアソリッドの音がねスピーカーから出てるんだけど、音量上げればわかるかな、なんかボタン押せばわかる、うるさ、はい、こんな感じで出てるんで、まあボタンをハンダ付けで作ったり、このスピーカーコードを伸ばすのを次やりましょうかね。はい、そんな感じでまたカットしたいと思います。はい、カットしました。ですね、まず上の部分にプラスチックで保護カバーをつけて、
この畳柄のね縁のイラストを貼っといたのと、後ろ、高温注意ということでね、まあそんなに熱くなることはないと思うんですけど、素手で触らないようにシールを貼っておきました、まあ、シールというかね印刷したものを貼っておきました。でディスプレイと、そしてここにつまみはそのまま残して、電源ボタンと、なんか音質を変えるボタンと、これは外部入力を受け付けるボタンを残しました、まあ、こう見てる感じですかね。はい。で今エクストリームね、家庭用エクストリームプレイステーション2のノンストップモードの、ノンストップじゃないや、チャレンジモードのここのね曲が好きなんでかけてます。はい。これを、このボタンですね、スイッチオンして、で、外部入力を押して、はい、音が出ますね。でなんかこの辺は、モードを切り替えるのかな、なんかバスが強くなるモードにしておきましょうか。はい、こんな感じで右のスピーカーと、で左のスピーカー、ここに、ちょうどいい、音楽用のコード残ってたんで配線して、ここまで伸ばしました。はい、音聞こえるかな。でこんな感じかな、引きで取ると今こんな感じになってます。あとは外装カバーをつけるだけなんですけどね、このプレートの部分。ただスピーカーの部分こうボトンって落っこっちゃってるんで、これを斜めにして固定するようにしていかなきゃいけないんですけど、まずはこのコントロールパネル部分のカバーを作っていきたいなと思います。はい、カットしました。まだフレームできてないんですけど、前回このボタンを作った時に元々の10ボタンコントローラーのフレームを剥がしてまた再利用できたらいいね木材っていう話だったんですけども、早速じゃん、ここに再利用できました。まあ、あと細かいとこね、あのデジタル表示板が見えるように切ったりだとか、まあ、この銀のステンレスの剥がして、このデザインと合わせてこうかなと思うんですけどもね、ちょうどいい感じにいきなり使えました。はい、再利用です。まあ、そんな高いものじゃないんですけどね、物は大事に使っていきたいと思います。はい、まあ、このステンレスの状態でもデザインとしては悪くないんだけどね、穴が開いちゃってますからね、これを埋めるようにして、デザイン新しくしていきたいなと思います。はい、やっていきたいと思います。はい、外装ができました。こんな感じでですね、はい、でスピーカーをちょっと立ててみました。もう固定しちゃってるんでね、はい、これで大丈夫かなと思います。こっちも左右同じように立ててみました。こっちもまた外装作りたいと思うんですけども、コントロールパネルはこんな感じで、はい、電源を押すと起動します。まあ、この辺は変わってないんですけどね、簡単にすごく押しやすくなりました。はい、ここもそうで、これがボリュームで、でここリモコンの電波というかね、光を読み取るところです。で、はい、こんな感じでレジェンドオブマックスがかかってます。結構音質いいんですよね。あのiPhone で今撮ってるんで伝わらないと思うんですけども、真ん中に立つとちゃんとステレオで左右から音が出てます。はい、こんな感じです。あとはですね、スピーカーの部分の外装を作っていこうと思うんですけども、ここ結構硬いの、操作パネルなんで硬いもので作ったんですけど、スピーカーはねそんな硬いものじゃなくて、カバーさえしっかりしてれば、あとまあこれと同じように紙とかを貼ればね、見栄えは良くなるんじゃないかなと思って、サクサクっと作りたいと思います。はい、カットしました。こんな感じでですね、右側のスピーカーカバーを作ってみました。結構カツカツに作ってですね、この音がですね隙間からあまり後ろとか横に抜けないようにしてみました。ぴったりはまるんですよね、これ。あとは、テープとかビスで固定してカバーをつけたいかなと思います。で左側もね同じく作っていきたいなと思います。はい、カットしました。右側はまあ変わってないんですけど、左側をですね、まあ、右側はビスで留めたのか、留めましたね、固定しました。右側をこんな感じで、はい、ちょっとスペース空いてたところに点キーを入れて、あとスピーカーのカバーを押しました。あと後ろにちょっと隙間を空けて、こっちは左側に USB とかのコードを出せるようにしておきました。まあ、こっち側にね向かいに作った棚があるんで、パソコンとかにつなぐときはここにノート型パソコンとか置けばいいかなと。まあ、デスクトップも置けるっちゃ置けますけど、はい、そんな感じで、はい、ちょっと引きで撮ってみようかな。全体的には今こんな感じになって、結構差がないと入らないこんな感じになりました。はい、これにカバーをつけて、カバーというかね絵柄をつけていきたいなと思います。
はい、完成しました。ここねメッシュの素材を入れてこんな感じで印刷したものを貼りました。そして左側は、同じ感じで左右対称のものと、点キーをね、入れて点キーありますよみたいなマークを作っておきました。引きで取るとこんな感じかな、ちょっと下がります。はい、こんな感じでまた高助筐体がアップデートしました。まあ、全体的にねいろいろボロボロになってきたんで、こういうところから部分部分なんかいろいろね、機能を増やしながら全部和柄にしていこうかなって思ってるところです。はい、今回はこんな感じでスピーカーと点キーの部分、MD コンポ、20年前の MD コンポを解体してですね、完成することができました。はい、また次回この真ん中の部分とか他の枠の部分とかもね変えていこうと思うんで、よかったらご視聴よろしくお願いします。本日もご視聴どうもありがとうございました。高助の部屋でした。